ルカネは、フランス、プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、アルプマリティーム圏の都市、カンヌ湾を見下ろす、緩やかな斜面の丘にある、画家ピエール・ボナールが晩年を過ごした地としても知られる。カンヌ港の北、地中海から2キロメートル離れている。沖合には、レラン島が見える。マデーラ島から戻り、1862年にこの地を見出した、ピエトラ・サンタより、 フランスのマデーラと別称をつけられた。サントフィロメナ教会とカルビト非常に古くからローマ人が移住し、彼らはオリーブの木を植えてアラビートムと名付けた。15世紀、レラン島からやってきた修道士がバルドネーユ出身の世帯を引き連れやってきて土地を清めたがやした。1441年、レラン修道院はシルベストルカルビニルカネの土地を授けた。 1441年から1550年までに140世帯がルカネに移住し、彼らの一部は地区の名に自らの姓をつけた。レダニー、レザルディソン、カルビなどである。1778年まで、ルカネはカンヌとムージャン、二つのコミューンに分かれていた。ルカネ住民の年齢層は相対的に高い。 60歳以上が31%ほどを占める。ありがとうございます。